はい、こんにちは。今回のテーマは SQL でデータ操作です。プログラムから SQL 文を使ってデータベースを操作する場面って結構多いんですね。例えばショッピングサイトで考えてみると、データベースのユーザー情報を使ってログインの機能を実装したり、データベースから商品情報を持ってきて商品の説明、写真、価格なんかを一覧表示したり、さらに購入ボタンを押されたらその注文の情報をデータベースに登録したりするわけです。これいろんな処理をやってそうですけど、実は今回解説するたった4種類の SQL 文を使うだけで全部実現できちゃうんですね。というわけで今回は SQL でよく使われるセレクト、インサート、アップデート、デリート、この4種類の書き方を全部解説します。この動画1本でできることが一気に増えるので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは早速解説に入りましょう。今回は4種類の SQL 文について丸1番から丸4番までそれぞれ解説していきます。青文字が書き方で、その下で記述例をそれぞれ紹介しているんですが、この記述例で使っているのが前回こちらの動画で作ったこちらのスチューデントテーブルですね。生徒の情報をナンバー、ネーム、スコアという3つのカラムを使って管理するテーブルです。このテーブルの情報を頭に入れつつ、この後の解説聞いていってもらえたらと思います。そして先に一つ伝えておくと、今回説明する SQL 文の書き方ですね。これ正直、今すぐ覚えようとしなくても全然大丈夫です。というかぶっちゃけ、僕も覚えてないです。これ実際プログラムで必要になった時に書き方を調べてプログラムの中で使えれば大丈夫だと思ってください。今回の動画でも動画の最後にホワイトボードの穴埋めをした後のキャプチャーを表示するので、その画像を保存しておいてもらって後で必要な時に見返してもらえたらと思います。それでは一つ目のセレクト文から解説をしていきますね。まず一つ目のセレクト文はデータベースからデータを取得したい時に使います。例えば画面に商品の情報を表示したいときに、このセレクト文を使って商品の情報を取得するというイメージですね。書き方はこの通りで、まずキーワードセレクトと書いた後に取得したい列の名前を取得したいだけカンマ区切りで指定することができます。ちなみにこの四角の括弧、角括弧は省略することができる部分だというふうに読み取ってください。その後キーワードフロムの後に表名、テーブルの名前を記述するというのがセレクト文の書き方です。そしてこの列名のところにアスタリスクを記述すると、全ての列の情報を取得することができます。このアスタリスク、とてもよく使う記述ですね。合わせてこの列名のところで式を使うこともできます。ではセレクト文の記述例2つ見ていきましょう。まずセレクトアスタリスクフロムスチューデントと記述すると、スチューデントテーブルの情報を全てセレクト取り出すことができます。つまり全件検索ができる記述ですね。そして2つ目、セレクトの列名ナンバーとスコアアスタリスク 0.5 フロムスチューデントという記述です。これはスチューデントテーブルからナンバーという列の情報とスコアのデータに対して 0.5 を掛け算した値、これを取得することができます。ここでのアスタリスクは列の名前と数の間に書かれているので、計算式、つまり掛け算を表している記号ですね。このような書き方をすることもできます。そして購入ボタンが押されてデータベースに注文情報を追加したい、そんな時に使うのが2番のインサート文です。これを使うとテーブルにデータを挿入することができます。書き方はインサートイントゥの後に挿入先の表の名前、そしてここは角括弧なので一旦飛ばしておいて、バリューズの後に挿入したいデータを括弧の中で指定します。記述例がこちらですね。インサートイントゥの後にテーブル名スチューデント、そして挿入する値が番号1番、名前が菅原、スコアが80点というように、全ての列の情報をここで指定するという書き方ですね。ちなみに前回スチューデントテーブルを作った時にナンバーとスコアは整数型で、ネームは文字列型としてテーブルを作りました。ここで使われているシングルコーテーションマークはこれで囲んだデータ、つまり菅原という情報が文字列だということを表しています。そしてデータを挿入するときには全ての列の情報を指定するのが一般的なんですが、まだ得点がわからないと、番号と名前だけ先に登録しておきたいというようなときには、この表明の後にデータを挿入したい列の名前を括弧の中で指定することもできます。
つまりこのスチューデントの後にカッコでナンバー、カンマ、ネームと指定しておくと、このバリューズで指定するのは1と菅原だけになるという書き方に変わりますね。そしてこのインサート文、購入ボタンが押された時に注文情報を追加するために使われたりしますよという話をさっきしましたが、商品が購入された時、合わせて商品の在庫を減らすという処理も必要ですよね。データベースの情報を更新する時に使うのが3番のアップデート文です。このアップデート文を使うとデータベースの情報を書き換える、つまり更新することができます。書き方はアップデートの後に更新したい表の名前、そしてセットの後に更新したい列の名前と値のペアをイコールでつなげて記述します。複数の列を更新したい時にはカンマ区切りで列名イコール値の記述をいくつも書いていくこともできます。記述例がこちらですね。アップデートスチューデントセットの後にスコアイコールスコア足す5と書いています。これイメージとしてはテストで何かの出題ミスがあって全員の得点を5点プラスしようというような処理のイメージですね。このイコールは右の値を左の列に代入するという記号なので、まず右側から先に計算します。スコアの値が80だとすると計算結果ここは85になりますね。そうするとこの85が新しいスコアの値として上書きされるというような更新が行われます。そして最後に紹介したいのが4番のデリート文です。これを使うとデータを削除することができます。例えば注文の取り消しがあって注文情報を削除したい、そんな時にこのデリート文を使うことになります。基本的な書き方としてはデリートの後に from 表の名前を指定します。例えばデリート from student という記述を実行すると student テーブルの全てのデータをいっぺんに削除することができます。これ例えば番号は1番の生徒だけデータを削除したいというような書き方もあります。このあたりは次回の動画で詳しく解説するのでぜひ楽しみにしていてください。というわけでここまで SQL でよく使われるセレクト、インサート、アップデート、デリート、この4種類の書き方をパーッと見てきました。それでは実際に MySQL 上でこの4種類の SQL 文を実行してみましょう。はい、こちらが今回実行する SQL 文ですね。今回もこの SQL 文のファイルをこの動画の概要欄のリンクからダウンロードできるようにしてあります。では早速コマンドプロンプト起動するんですが、この SQL ファイルをダウンロードしてくれた人はこの SQL ファイルがあるフォルダのパス、ここで CMD と入力してコマンドプロンプトを立ち上げてください。では早速 MySQL コマンド実行しましょう。はい、MySQL に接続したら、まず現時点のデータベースの情報を確認してみますね。このように show database is というコマンドを実行すると今あるデータベースを確認できるんですが、もしサンプル DB が作られていない人はまず前回の動画を参考にしてもらってデータベースやスチューデントテーブルを作成してからこの続きを見てみてください。そしていくつかあるデータベースの中でこれからサンプル DB を使うということを use コマンドというものを使って指定します。はい、このように use sample db セミコロンと打ち込んだらエンターキーを押しましょう。そうするとデータベースチェンジドということでこれからサンプル db を使えるようになりました。ではこの状態でまず1行目の SQL 文ですね、このセレクトアスタリスク from student、 これを実行してみます。そうすると empty set ということでまだテーブルの中身は空っぽという結果が表示されますね。では続いて3行目のインサート文を実行します。インサート文実行するとクエリー OK ということで1行のデータが追加されたという結果になりますね。じゃあ本当に追加されたのかということで上下キーを使って履歴を呼び出して再びこのセレクトアスタリスク from student、 これは実行してみましょう。はい、そうするとさっきインサートしたデータが正しく挿入されていることがわかります。じゃあ今度はこのデータに対してこちら7行目のセレクト文ですね、これもコピーして実行してみましょう。はい、そうするとこのようにセレクト文列の名前を直接指定できたりスコア ×0.5 ということで計算式を指定してその結果を確認できるというような使い方もできます。ちなみにこのセレクト文の計算結果というのはデータベースのデータそのものには影響を与えません。つまりこの状態でもう一度セレクト文を実行してみるとこのようにスコアは80点のままというわけですね。ではこの状態で9行目のアップデート文、これを実行してみます。するとクエリー OK ということで点数をプラス5点するというような更新が正しく行われました。じゃあ念のためセレクト文で確認をしてみます。はい、上ではスコア80だったのが今回は85点ということでデータが正しく更新されてますね。じゃあ最後
13行目のデリート文実行してみましょうか。はい、クエリー OK ということで、スチューデントテーブルの情報が削除されました。念のためセレクト文を実行してみると、エンプティセットということでデータが空になっているということがわかりますね。というわけで4種類の SQL 文を一通り実行してきたんですが、これせっかく SQL のファイルに処理をまとめているので、このファイルを読み込んで一通りいっぺんに実行することができないかということで、最後にこんな書き方も紹介しておきます。ソースの後に実行したい SQL のファイル名ですね。manipulation.sql。このファイル名を指定して Enter キーを押すと、このファイル内の SQL 文をいっぺんに実行することができます。試しにやってみましょう。はい。ということで、最初1行目のセレクト文の実行ですね。そして、ここでインサートをしていて、5行目のセレクト文の結果がこちらです。そして、7行目のセレクト文の結果が、このスコアのかける 0.5 の表示ですね。続いてアップデートされていて、セレクト、そして最後にデリートされているということで、SQL ファイルの処理を一通り実行できていることがわかります。これも便利なコマンドなので、ぜひ知っておいてください。というわけで、今回はデータベースを操作するための4つの SQL 文を解説しました。それぞれ書き方を覚えるというよりも、こういう書き方があるんだというのを知っておくことが大切ですね。そして、今表示している画面をぜひキャプチャーしておいてもらって、必要な時に見直して調べることができれば大丈夫というふうに思っておいてください。もし今回の動画が良かった、参考になったという人は、この動画を他の人にも見てもらえるように、ぜひいいねやコメントで感想など送ってもらえたら嬉しいです。そして次回は SQL 文に条件をつけるための書き方ですね。例えば出席番号が1番の人だけ取得したいとか、1番の人だけデータを更新したり削除したりしたい、そんな書き方を紹介するので、ぜひチャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。